さんこんにちは、くるみです。今日は春の定番のトレンチコートを使って5パターンの着回しを撮ってみたいと思います。私なりに5つの違ったジャンルのスタイルを考えてみたので、よかったら参考にしていただけると嬉しいです。トレンチコートはこちらのインスタグラムでも一度紹介させていただいたシザットというところで見つけて、オンラインで購入した今年の新しいトレンチコートなので、まだ販売もあるかと思うので、よかったらこちらもチェックしてみてください。それでは始めていきます。はい、ではまず1つ目、こちらのパンツはつい先日のユニクロ購入品で紹介したリネンのパンツです。セットアップで購入したんですけど、このようにもちろん単体でいろいろな着回しにも使えるので、すごく最近活躍しているアイテムです。春のコーデということで、ちょっと最近こういったピンクとか薄い紫とか緑とかの春らしいカラーをよく取り入れるようにしていて、ネイビーのパンツとピンクのトップスの相性がすごくいいなと思ったので、この組み合わせにしました。このコーデは結構ラフなので、髪の毛も軽く巻いて下ろしているスタイルが合うかなと思っています。そしてこのピンクの T シャツはロンハーマンで2年か3年ほど前に購入したものです。こちらのセレクトモカの靴はすごく楽に履けるのでよく履いているんですけど、去年の購入品です。また今ちょっと別のタイプのスリッポンっぽい靴を探しているので、お気に入りのものが見つかったらまた紹介させていただきます。では2つ目のコーディネートです。こちらはワンピースを中に着ているとっても楽ちんなコーデなんですけど、この黒のワンピースもトレンチコートと同じタイミングで購入したシザットのもので、リネンの素材なので、これからの季節、夏までずっと着られるアイテムだなと思って購入しました。バッグは先月ぐらいのセレクトモカの購入品で紹介したものです。この中に着ているワンピースがすごくお気に入りでおすすめしたいんですけど、ベルトがついているんですけど、私はすごく緩めに結んでいるので、全身どこにも締め付け感がなくて、すごく素材的にも軽いので本当に気に入っています。このモマのキャップはいつもいつも被っているもので、ブラックとネイビーを持っているんですけど、プレゼントでいただいて主人と2人で色違いで使っています。こちらのチャック・テイラーは最近の動画でお気に入りのスニーカー紹介の中で詳しく紹介しているので、気になった方はそちらもご覧ください。はい、3つ目のコーディネートです。私は一番このスタイルがトレンチでは多いかな、よくしているお気に入りのコーデで、何よりボトムスがスウェットっていうのが本当に楽ちんで、でもシャツを合わせることによって少しきちっと感も出るので、このアンバランスさが好きで、とてもお気に入りのコーディネートです。こういったコーデに合わせるバッグとか靴とかは結構バラバラなんですけど、革のものとか少しカチッとしたものをあえて合わせるようにしています。中に着ている T シャツはアニエスベーの半袖の T シャツなんですけど、ちょっとテロンとした体に沿うような素材が気に入っています。革の小物はブラウンで色を揃えたり、黒で揃えたり、あえて違う色で合わせたりもしています。このオンデーズのメガネはブルーライトカットメガネなので、編集をする日は必ずつけている。そしておしゃれなので、普通にお出かけの時でもつけられるデザインなのもお気に入りです。
はい、4つ目のコーディネートはパリのイメージをしたコーディネートなんですけど、この白の靴がポイントです。そしてあと頭にバンダナを巻きつけているんですけど、これ私結構好きで、去年とか一昨年も動画でも紹介したことがあると思うんですけど、頭に巻くだけですごく印象がガラリと変わって、こういう色物だと特に明るくなるので、コーデのポイントとしておすすめです。こちらのトレンチコートは上の部分に結構ボリュームがあるデザインなので、少し抜け襟のように後ろに襟を持っていって、前でリボンで留めて、ワンピースのように着るのもシルエットがすごく可愛いので、そういった着回しもできるなと思います。このレベットの靴がすごく気に入っていて、少し前にプレゼントでいただいたんですけど、フランスのもので白なので汚れがつかないように、綺麗に綺麗に履くように心がけています。はい、では最後のコーディネートです。こちらはタイトなスカートにシャツワンピースを合わせた少し綺麗めなコーディネートにしました。でもちょっとカラーで春色を取り入れて、2色取り入れてみたんですけど、このミントグリーンのようなシャツワンピのカラーと、バッグの薄いサーモンピンクのようなカラーが私はすごく好きなコーディネートになりました。やっぱりニューバランスのこのグレーのスニーカーはすごく万能で、こういう何色か入ったコーディネートにもしっかりマッチするので、本当にいろいろなコーデに合わせやすいなと思います。このチャールズ&キースのバッグは一昨年ぐらいに購入したので、今同じものが新品であるかはちょっとわからないんですけど、いろいろなデザインのバッグが豊富に取り揃えてあるので、気になった方はぜひチェックしてみてください。以上でトレンチコートの着回し動画を終わりたいと思います。リクエストをくださった方ありがとうございました。また春の着回しコーデなども撮っていこうと思うので、楽しみにお待ちいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。本日も最後までご覧くださってありがとうございました。バイバイ。